じゃあ自己紹介してもらうかと、友人の名前なんちゃった？友人です。ごきげんよう。お疲れ様です。マスキングテープ、はい、紙テープですね、僕らはよく使う、はい、よく僕らが使う、歌舞伎いいよ。これがミント、粘着力がすごい弱いテープなんですよ、はい。で、今回のが100均で、まあ、ちょっと実際的に使えるのが現場で、ね、はい、ああそういうことですか、100均のものが。そうそうそう、で使えるもんね、売ってんでしょ、多分。じゃあ、100均ですよ、だってちょっと使ってみて、実験しましょうか。それじゃあ行ってみよう。行ってよう。右から何かが来てる、僕はそれを、これ言ったらすごいよね、ミッチ。左へ受け流さんといて。これがあのミント、粘着力の弱いミント、はい、でこっちが100均、はい、こっちが歌舞伎スーパーミント。そう、はい、でもなんかもう見た目一緒じゃないですか。一緒僕らが使ってる歌舞伎と、はい、僕らが使ってる歌舞伎と100均、はい、このテープの感覚どうですか。これ歌舞伎っすね。歌舞伎、あーちょっと切りづらいですね。そんな切る人いないんですよね。ちょっと切りづらい。こうやって切って、あーこのちょっと一回やってみます、はい。あ、こっちの方が切りやすい。それ違うね、だから使い方が。こっちの方が切りやすい。そんな職人ないよ。破れ加減どうですか。テープ切り加減、本当にピリってる。で、100均。あー、なんかちょっとあっさりしようです。あっさり。壊れかけのテープ。寺西君の友人の友人です。ガバガバじゃ、設定が。ガバガバなのは知っただけに。はい、チャンネルぞ。チャンネル登録よろしくね。終わってないよ、まだ終わってないよ。すいません。これはちょっとマスチック、はい、粘度が高い、はい、粘度が高い、こうやって伸びるんです。粘度が高い、あのこうやって伸びるんです、はい、塗膜が結構つくんですよ、膜厚が、膜が、はい、コーティングされるってことですね。そう膜がコーティングされて、最後ブチャブルみたいな。そう、それ何の話じゃ。最後ブチャーってブチャーで、マスチックが、はい、厚みがつくんで、はい、テープの切れ加減が結構わかるんです、はい、薄いものやったら何でも切れるんで。え、こっち歌舞伎だよ、こっち歌舞伎だよ、こっち歌舞伎、うん、こっちが、セリエア、セリエア、はい、100均ね、はい、これマスチックかけていきます、はい、はい、これね、すごいんですよ、こうやって。あ、すっごい音聞こえるです、音。うわ、すっごい結構粘度がね、すっごい見ちゃうか、すっごい見ちゃうか。あ、すっごいやってないんですか。あ、すっごい、あ、気持ちいい。あ、すっごいすごい、これ、どう。あ、ちょ、めっちゃ先行った。あれ行った、最近行ってない。手錠はかけられたっけ。手錠かけられました。手錠こうやってかけられました。こうやってかけられて、あの足も全部押さえられてね。こんな感じで芋虫状態だった。うんっつって。え、僕やっていいんすか。いいっすよ、ここに同じように、はい、ギュッて押して回すんですよ、はい、ギュッて回す、押して回す。気取る。いや、押して回すんですよね。押して回す、押しながら回す、押しながら回す。みちゃんよくペンキ塗るんですか。ちょっとたまにっすね、本当に。まあ顔だけっすけど、僕顔専門なんで。じゃああれ本当伸びんかったっすよね。あれ伸びんかったっすね、あれ。じゃあ僕らのボディーペイントとかね、青いよ、あの再生数稼ぎやった。いや、今度思ったんだけど、柄つけようよ、俺の体にマスチックなの。いいよ。俺は全然いいけど、あの落とすとき文句言うのやめてよ。これカメラに映ってないとこでペンキに切れとるんですよ。寺西君、これ落ちんのやけど。何時間、2時間3時間ぐらいかかったよ、落とす。あの苦労の割に伸びんかったもんで、ぜひね、見てほしいですね。見てほしいですね。うら、えれんね、ここ。逆に今から伸ばしたい。そうですよね。いい感じですね。ちょっと乾かしてきます。はい、普通のやつだったら剥がせれるんですよ。剥がせれます。綺麗に。まあちょっと抵抗ありますけどね。はい。はい。じゃあ歌舞伎から。歌舞伎から。ゆっくり。にょー。ゆっくりね、ゆっくり。じゃあゆっくりね。ゆっくり歩いてるだろう。ゆっくりしょ。うわ、デリ反抗期やこいつ。あ、結構引っ張ります。あ、でもすごいすごいすごい。紙テープ切れないね。あ、いいライン出とるわ。こうなんか。うわ、これすごいね、やっぱ歌舞伎めちゃくちゃ綺麗なライン出てる。綺麗だね。うん、すごい綺麗じゃない。もうピタッと切れてるもんね。これが内装用。これえぐいんちゃう。これえぐいっすね。これは内装用なの。歌舞伎は、歌舞伎は外装用っすね。
あ、外装用。内装でも使えるけど粘着が強いんで、はい、ファイヤーパターンとかに使うときは、ファイヤーパターン、はい、バイクの単車の話、あ、単車の外装じゃない、違う、違う、あの家のね、あ、家の外装、粘着力が違うんですよ、はい、あのノリの強さ、ネバコイってやつね、ネバコイ、はい、じゃこれが内装用のミント、はい、多分これ破れると思う、いきます、はい、破けん破けん破けん、全然いける、全然いける、でも粘着が少ないね、そう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 、やっぱ弱い、ビリ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 みたいな、弱いこれな、全然弱い、うん、でもラインもまあ結構綺麗出てますね、まあまあちょっとここら辺のヒゲが気になるけど、ね、あ、ガタつきが、ガタつきが、あ、この辺もよく見たらなんかチリチリにはなってる、剥がした感触どうでした、こっちの方がなんか粘着してないみたいな、してない、もうサッてそのめくれる、あー、なんかもう木なんで余計ですよね、はい、じゃあ次ね、これ、はい、これ100均ね、これ、はい、1これもしこれほんと一緒やったら見ないです。めっちゃうまいことやん。で、これも使っていいってことじゃん。そうそうそう。はい、じゃあ行きましょうか。はい、OK です。これ100均、まあ安。これ100均、まあ安。なんか、プロ用じゃないからね。なんか破けそうだね。うん。全然、大丈夫だよ。あ、破けた。でも、破ける。なんか、破ける。すぐ破けちゃう。これ100均は。粘着強そうっすね、今見てる感じ、いや、普通に飛び出すよ、普通にすぐ破けちゃうっすね、普通にやつ、普通にいいんす、普通に毛落ちたんでいいんすか、セリセリ、あ、お父さん、落ちたんでいい、あ、強いわ、粘着、粘着強い、けどやっぱでもこっちの方がライン出てない、綺麗に、そうっすね、こっちの方がやっぱ荒いっすね、これちょっとミッチーがね、あの演出用でわざわざねやっぱ荒いっすね、普通に撮ってもガタッと撮ってもこう思ったらすごいっすよね、歌舞伎綺麗だね、まっすぐピシッと、粘着はどっちが強いですか、粘着こっちの方が強かった、100均の方が強い、100均の方が強かった、あー、じゃあ100均のはもしかしたらあの歌舞伎って結構あのテープの中でも結構強いですよ、縫いが、はい、で、よくあの下地が弱いところだとめくっちゃうんですよ、はい、紙テープですら、はい、特に軒天の塗装するって、はい、石膏ボード、石膏ボードとか塗る時とかはちょっと歌舞伎強いかなって時があるんですけど、はい、100均のやつはまずめくれるんだろうなって、めくれます、多分強いですもんね、強い、多分こっちは全然強かったんで、こっちはもう全然力がない、これも全然力ない、はい、まあ、形状結果、はい、やっぱまあプロ用はちょっといい、やっぱそうですね、うん、ラインもしっかり出て粘着もまあちょっと強い、はい、でこの内装用はやっぱ弱いけどラインは結構割と出た、割と出たっすね、けどあの塗料のくぐりが多いかもしれないですね、ああ、ちょっと粘度高いやつで試したんで今回、はい、あの薄いやつやったら侵入しとるかもしれないですね、ああ、侵入したっすね、で100均、はい、100均はちょっとね強いんですけど、あれ切ってガタガタしてるもんで、はい、ただ値段は100均で買ったら高くつくんで、逆に逆になんで、まあプロ用の方がいいです、はい、あの歌舞伎割とお値打ちなんで、もしその DIY とかやるんだったら全然歌舞伎でいいです、違うこともやっていきたいですね、あの普通にあのくぐりの検証とか、まあ、本当にそれやりたいですよね、うん、あの侵入の検証とか、ということで、はいはい、チャンネル登録といいねいいね、お願いします、お願いします、じゃあまた見てね、また見てね。チャンネル登録お願いします。